大坪素直検事長所自分は地方検検事事局の持田徳造検事です。これから竹中智子31歳と三田光子19歳両名に対する殺人の検議で君の取り調べを行いますすでに警察の調べで 君は竹中智子との心中の事実を素直に認めさらにそれを妻殺しとまで自白しながら返答はすこぶる明瞭を書いているようであるしまた三田光子殺害の方は証人を目の前にしても全く否認し続けているそうだしかしもう一時の興奮も冷めていい頃だしことここに及んでは何事も率直正確に答えて 孔明な法の裁きを受ける。それが一番安心の行く道だと考えて、落ち着いた平静な気持ちで返答してほしい。はい。まず、竹中智子の件から始めるが、その前に、君の生命青年月日は、霧の初音と言います。年は、 大正6年1月1日生まれと届けてありますからこの4月で満33年3ヶ月なんでしょうがそのなんでしょうがのような言い方は曖昧ですよでも仕方がないんです私は迷子ですいや捨て子かもしれない元日に 箱屋の片岡さんの前で泣いているところを拾われて結局どこの誰だかも分からず3つぐらいだろうということでそんな風に届けられたんですから実際はそれより上なのか下なのか正確に答えられないではありませんか桐野にしろ初音にしろ親がつけてくれた名前じゃない片岡さんが生命判断で選んでくれたんだそうですもの なるほどそれなら戸籍通り答えたらいいつまり君は身元不明なので一家を創立した従って肉親は両親も兄弟も知らないそうですね何もない天涯孤独です今の君にはその方が気が楽ではないか誰の名誉を傷つける心配もなく 自由に正直な告白ができるのだからみんな私の失敗を喜んでいるでしょう職業は箱の絵付け職人というところです君は14の年に日本画の藤木清水の打ち弟子となり画号は陶水警察の調べはこうなっているのだが 学校は波紋と一緒にに先生にお返ししたんです。だから私は藤水じゃない君は昭和13年以来日展に入選6回昭和18年には特選になってその暮れに藤木清水の次女綾子と結婚し翌年20年の11月に離婚しているおそらく 悪い噂や中傷ばかりが警察の耳に入っているんでしょうしかし私は先生のお嬢さんを誘惑した覚えなんかありません綾子が先生に話し先生から私に話があったんですからこれでどれだけ陰口を聞かれたか知っていてくれたのは親友の竹中長水だけだったんですが竹中長水というのは 君が殺したと自白している竹中智子の夫ですねそうです美術報告会から満州へ渡ったきり死んだのです広報があったのですか別にでも智子ははっきり死んだ夢を見たと言っていました君は智子のことを勝手に妻と呼んでいるようだが智子の方では 夫の生死不明のため依然として夫の待って達夫を養いながら竹中の姓を離れようとしなかったのではないかそれは綾子に対する意地からですその意地というのはあの空襲の盛んになった3月に藤木先生の一家は埼玉県の寄居に疎開することになりました私は、 そこに同居して惨めな思いをするのが嫌だったのですそれで綾子だけやって先生の留守宅の番人という名目で東京に残っていると4月に長水君の家がししました。私は駆けつけてそこの小学校に焼け出されていた智子と達夫君を探し当て先生の家ではと遠慮するのを無理に連れてきたのです 長水君からは後をよろしくと頼まれていたし、五つだったタッちゃんの姿が迷子のように見えて、私は昔のことを思い出したり、誰だって焼け跡にまだ白い煙の立ち上っている町の中で、一時でも落ち着いて寝られる場所さえあれば、他に何を考えることがあったでしょう。それを協業しく先生に報告するやつがあったんですから、悪意の中傷です。 それで一週間目に綾子が突然帰ってきてとも子を侮辱するような始末になりましたその侮辱というのはどの程度のものでしたか初めはでも女らしい挨拶をしているうちに私が貸した綾子の着古しの着物のことから勝手にタンスの中を探したのだろうとかしまいには泥棒のような言いがかりをつけたりしたので 私は強くたししはくめましたするとや子はいつものヒステリーを起こして男までとる気だろうなんてことまでくちばしる私は初めてや子をぶちましたそれで止まる気できた綾子は気るいのようになって帰っていったあととも子も青い顔で出ていくという出ていくったって行き先はないのは分かりきっているんです 私は強引にとも子を引き止めました。その強引というのは男女関係を意味しているのではないか。ええ。その関係はすでに前からあったのではないのかな。違います。その晩が最初です。とも子はひどく抵抗しました。しかし。 それで家を出ていくようなことはなかったのだね。ええ。5月に、青梅の百姓の納屋を見つけて出ていくまで一緒にいました。その間、とも子はずっと従順だったのか。い,いえ、いつも抵抗しました。それで青梅に逃げ出したのかア子の意地悪からです。ア子は、 私が旅先などから綾子に送った甘い手紙や写真の類いを束にしてわざわざとも子に送り届けてきたのです遠慮なく一緒に出て行けと言ってこれがとも子にはひどく答えたと見えて青梅の納屋を無理して借りると私がいくら頼んでも同棲を承知してくれなかったんですそのあとの君はどうしました ともかく終戦まで先生の家を守りました9月末に帰ってこられた先生も奥様も私と口をきこうとなさらないそれでも綾子は私を許そう和解しようという素振りが見えましたしかし私はもう少しも愛情を感じていなかったので黙って行き先を考えていると 先生から呼び出されて波紋の言い渡しと同時に「桃水の業を返せ」と言われたんです「これで私の身は即座に窮した」「楽観なしにどんな絵を描いたって通用しません」「それにどこの画商のところへも悪宣伝が行き届いているとしたらどうして私の絵なんか扱ってくれるでしょう」波紋される それだけで途端に行き詰まる。そんな哀れな日本画家の生活だったかと思うと目の先も暗く何もかも嫌になりましたやっと片岡さんの息子が甲府に疎開しているのを聞き出しそこで切り箱に色彩させてもらいながら4年もぼんやり暮らしてしまったのです土地の有力者に紹介してやろうと言ってくれる人もありましたが でも私は日本がそのものに深い疑問を持ち出していたのでとてもまたギヌに向かう気になれなかった憧れと反抗とその間でうろうろしているうちに今ではもうこの不景気で相当に有名な先生でさえまともな絵を描いたんではやっていけないような時代になってしまったんです報告によれば その4年間君は月に1回ずつ青梅へ通って竹中智子の部屋に宿泊していたとあるがええそうです智子は納屋の2階で1台のミシンを頼りに自活しようとしていたのですが習いたてのそんな技で足りるはずはなかった私は片岡君から割金をもらうと「たっちゃんに」と言って土産物を買っていきました 金ではどうしても受け取りませんでしたからつまり月々物資的援助を与えながら関係を続けていたのだねそう言えるほどの稼ぎは私の賃仕事で浮いてきやしませんそれに智子はやはりいつもその度に抵抗していましたところがこの正月に達夫が怪我をしてからは 1一週間に1度ずつ土曜日に行って日曜の夜帰る習慣がついていたそうではないかそれはたっちゃんが崖から落ちて腰の骨を折ったからですとも子は初めて私に手紙をくれました駆けつけた時手術はもう済んでいましたが病院を出てからも足がひどく不自由になって納屋のはしごの上りよりも不自由なので 各おじの離れを借りてやったり、いつも見舞いに行って遊び相手をしているうち、そんな習慣がついてしまったんです。とも子の抵抗の方はどうなったろうか。亡くなりました。それで、君は僕の妻だと言って聞かせても首を横に振りませんでしたから。だから、とも子は私の妻なんです。それならば、 ななぜ同棲しなかか。ったのか仕事の都合です。達夫の入院手術料が1万3000元。各商事の離れを借りるのに権利金5000元。とも子の生活費もかさんできたものとして、これは全部君が負担したのか。ええ、まあ。どうやって金策しました 儲かることなら何でもやったんです。仕方がないじゃありませんか。私は苦しんだんです。生きていくために。その生活苦に敗れて、結局、智子と心中することになったのか。ええ。では、智子の単独自殺でないということは認めるのですね。いや。 やっぱりも子は勝手に自殺したんです君は心中と言ったり自殺と言ってみたり自分の言葉に矛盾があるとは思わないかでもそうなんです自白していながら今さらそんな言い逃れをしようとするのか私は何もしなかったよしでは現場検証の報告を知らせよう 3月26日午前6時頃各商事の住職松岡統慶は離れを出て行く君の挙動を怪しみ部屋に入ってみたところ竹中智子とその義弟達夫10歳が変死しているのに驚き直ちに届け出た検死の結果は達夫は青酸カリ入りの菓子を食べたものであり智子も同じ中毒死であった しかも智子は海中に足が不自由になった達夫を道連れに自殺する旨を記した簡単な遺書まで持っていた一見して明らかな覚悟の自殺であるだがここに注意深い警察官がいて現場に落ちていた2枚の薬胞紙に注目したのだ警視庁鑑識課に送って分析してみると 一枚の紙には青酸カリが付着しており他の一枚に残っていたのは単なるうどん粉だけであった君はこの事実をどう判断するかとも子が毒薬を飲み私はうどん粉を飲んだと言うんでしょうなぜそうする必要があったのかと聞いているんだもうたくさんです散々それでいじめられたんだから わかってます。私がとも子に侵入しようと持ちかけて、とも子には毒を飲まし、自分だけ見せかけのうどんこでごまかして逃げたんだと、そういえばご満足なんでしょう。やけにならず、正直に事実を認める気になれないか。それでいいんです。いいんです。では、とも子を殺そうとした動機は何なのか。 それれも刑事が教えてくれました。三田光子って上婦ができたからだってそれもそう勝手に決めておいてください君ははじめ警察の問いに対し住所不定だなぞと答えているがその日3月初めに甲府の片岡方から東京都新宿区原園町バツバツ番地天国荘9号室の三田光子の部室に転入し そこで配給まで取っていたではないかあそこは単に仕事部屋だったんですしかし同棲中性的交渉がなかったとは言い切れまいアパートの住人たちの証言があるよそれはありましたそれなら美津子が君の丈夫だという判断は間違っていないようだが お蜜はただの肉の塊です。愛情がなければ重負とは言えないでしょう。気弁はよせ。今は君の問題にみんなが真面目になっている時だ。はい。君と蜜子との関係をも子は気づいていたろうか知ったのです。それが原因でした。よろしい。 ね智子殺しが薬法師一枚を残してきたことから君に嫌疑のかかったのをいち早く悟って、みつ子と一緒に逃走したのではないかおみつは非常に怒りましたが、ともかく身を隠そうというので、二十八日の朝早く出て、伊香保温泉に二泊、磯部温泉に二泊、そして四月一日に妙義山に登ったのです。 妙義に登ることはどちらが言い出したのか私です。私はそこで死ぬ気でしたから。また真珠しようという話を持ちかけたのだろう。真珠を冗談じゃありません。お蜜がそんな生優しい女なもんですか。裸ダンス上がりの新宿界隈を天国のお蜜で通っている不良の中の不良。 悪いことなら何でもするが死ぬとなったら岩にかじりついてでも生きていたい女ですそれなら大砲岩の上から自分で飛び込むはずはないねええでも飛び込みましたふざけるな朝野義一という小学校の訓導が目撃している私が突き落とすところですか その直後だ彼は突然の女の悲鳴を耳にして大砲岩の方を眺めた時「お前は女のハンドバッグを振り上げて畜生と怒鳴りながらそれを谷底に投げ込んでいた」そして逃げ品に浅野と目が合うや着狂いのように「殺した殺した」とわめき散らして駆け下りたではないか「殺した」と言ったのは。 トモ子を殺したのに気がついて。卑劣だぞお前は胸に手を置いて、はっきり自分が何をしたか思い出してみるがいい。そんな人に出会ったことさえぼんやりしているんです。だから、ひょっとしたら私は、お蜜を突き飛ばしたんでしょうかしら。まあ、それでいいだろう。 ええ、それでいいんです三つ子殺しの動機は女の口からいろいろの悪事がバレることを恐れたとそんな風な見方もあるのだが2つの殺人を告白してしまった以上そこまで明瞭にした方が気持ちがサバサバしないだろうかどうかね私はそんないろんな悪事なんかした覚えはありませんそうか しかし君は正月からこっち数万の金が必要だったし、天国のお蜜などとあだ名のある女と組んでいたら、あまり正当な儲け方をしたのではないと見られてもしようがないだろう。それとも、説明できるのかね君は三つ子の部屋を仕事場だと言った。そこで何をしていたのか私は、絵を描くほか何にも知らない人間です。 だから絵を描いて売ったとでも勇気なのかええ。嘘をつけお前はさっき相当な画家でも絵で生活ができないと言ったばかりなのを忘れたのかあまり矛盾したことばかり喋って恥ずかしいとは思わないのかそれだけは、どうか許してください。お前はこの長所を何だと心得ているか お前個人の勝手な記録ではなく、これは同時に日本人の記録、人類の記録でもあるのだ。わかるかね君は芸術家の一人として、今これをデタラメなものとして気が済むと思うのか霧の初を。敗戦下の日本に生きている君だ。現実を直視するのに、勇敢でありたまえ。 春画を、描きました。ああ。そうか。でも私は、そんなにデタラメなものは描かなかったつもりです。材料も山頂碑の絵犬で、岩絵の具で、お蜜をモデルに創作したんです。画号があったら楽観したいとさえ思ったくらいなんです。それでつ子は、君を脅したり透かしたりして、 話さなかったのだね。そうですおみつはそれを一枚一万円以上で売っていたはずです私にはほんの小遣い線よりくれませんでしたが三田みつ子とはいつから知り合ったのか今年の正月偶然記者の中であったのですそこまで口を割ったらかえって平静な気持ちになれたのではないか いや、むしろすべてを法の前に明らかにしたいとさえ思わないだろうか。そうです。申し上げます。二つの事件のつながりを主にして、ゆっくり、よどみなく話したまえ。ともこからの初めての即達で、たっちゃんが怪我をしたと聞いたとき、すぐ気になったのは金のことです。 ありあわせの二千円を懐にして、その前の日におでん屋で無駄遣いした五百円をどんなにか悔やんだでしょう。病院で私を迎えたとも子の寝不足に腫れぼったい目は、無論私に金がないと知りながら、その私より他にすがりどころのない絶望的な信頼がたたえられていて、今思えば、その病院の夜は、 私の貧乏のそして幸福の最後の夜だったのでした翌日甲府に帰った私は疲れたように絵筆を取った絹はなくて紙にしかし絵の具は氷の底から出してともかく徹夜で二尺横の美人画を描き上げたのです朝一番の汽車は闇列車で その足の置き場にも困る混み合った中に私は誰かのリックにやっと腰を下ろし絵を抱いてさて東京で頭を下げる人たちの顔を次々と思い浮かべていたのです差し当たり3000円私は絵をそれだけにしたかったしなければなりませんでした八王子に近づいた時です 私のすぐ横に赤いマフラーのエロっぽい娘が立っていて前から妙に気になっていたのですがこれに田舎の請負い師らしい男が次第に露骨なモーションをかけていた娘はまるでナスに任せるといった形だったのが腰に男の手が回ると初めて「何すんのさ」と身をくねらせた 私はちょっと小気味よく見上げてハッとしたのは娘の白い指先が男の内ポケットからするりと紙入れを抜き取ったのですその瞬間私と娘の目が合ってニッと冷たくにらんだまま動かない私の方が慌てました八王子でドタドタとその男も出て行ったあとの 急に空いた車内で私は娘と向き合ってかけたまま口笛を吹いて窓から外を眺めている相手を見つめているうちにふとこの女すりをゆすってやろうと思いついたのはどうしたことでしょうもうすぐ新宿という頃我慢できずに「お嬢さん僕は絵描きですが」 この美人画を3000円で買ってくださいと切り出してしまったのですそれが三田光子だったのだねそうですおみつは簡単に「ああ買ってやるよ」と言いながら駅に降りた時には私の周りに不良が3人同じ車に乗っていたんですねぐるりと囲んでそのまま天国草へ連れて行かれ 散々脅しつけられた上、さあ、この通りかけと突きつけられたのが、けばけばしい男女ひぎ図だったのです。私は書きました。橋がきでも、そんな安出の見本謎よりは上等なのを何枚か。それでともかく金をもらって放免され、やっと一杯のコーヒーにありついたとき、それは、 ドロンコを飲む思いでした。しかしそれに味をしめてまた出かけていったのだね度胸がついたのです海中の手紙から住所も名前も知られてしまったしまた考えてみれば他に私にどんな稼ぎがあったでしょうそれに一度筆を握って書き出すと私にもも 長いこと離れていた画家魂がムクムク湧いてじっくり腰を据えて仕事がしたくなったんです真夜中に額に油汗がにじみ出す頃になると気合いがこもってそんな時の出来栄えはおみつの待遇がガラッと変わってきたほどですおみつははじめ私をバカにしていたんでしょうが 絵が高く売れ出すようになると急に熱を上げ自分からモデルになると言って私を誘いそれを得意がるような女でしたやがて私を無理強いに天国層に転入させ少しもそばを離そうとしない土曜と日曜だけ甲府へ行くと言って出るのがやっとでしたそんな地上生活をしながら 友子に対する気持ちは変わらなかったのか。なぜでしょう。だからこそ友子が一層必要だったのです。友子は愛情のすべて、私の空気でした。そこで息をつかずに私は生きていられなかった。しかし、そんな二重生活がやがては破綻を来たすだろうと気づきそうなものではないか。 気がついたのは3月25日だったんですその日青梅の家に着いた時出迎えの智子のそぶりにちらっと冷たいものを感じながらもあとは別にいつもと変わらず夜になりましたそれがいざ寝ようという時になって急に私の手をはねのけ「あなたは東京で何してるの?」と泣き出した 思えば今まで気がつくまいと浅く考えていたのが誤りで悟られてみれば生きるためなんだと答えるほかどう説明のしようもなく悪い仲間に誘われてもう身の動きもつかないんだと頭を下げましたとも子はそれで機嫌を直してくれたんですがその明け方 揺り起こされてまだぼんやりしているところをとも子は形を正して「私は死にます」「たっちゃんには先に行ってもらいました」とはっきりした声で言うのです私は何しろ突然のことに驚きはしましたがたっちゃんの死に顔を見ているうちに「ああ」 来るものが来たなという感じがピンとして、うん、一緒に死のうと言ってしまった。私の体はこの二ヶ月の放らつでくたくたになり、死を突きのける気力もなく、むしろそれに浸りたい気分になっていたんでしょう。それはその時の、とも子と私の見つめ合った 安心ともいえる愛情だったんですが普通の方に分かっていただけるかどうかそれでその先は戦争中から持っていた薬というのを受け取って向き合うととも子は合図もなく先に飲みましたから私も遅れず一気に喉へ流し込みました。 それがうどん粉だとは知らなかったというのだな。知るわけがないでしょう私の手の中で三度けいしてとも子が死んだあと、私は運命を感じながら、雨戸の隙から差し込む朝日のキラキラ輝くのを見ていたんですが、死なない。 苦しくもならない。私はすっかり慌て出したんです。どう飛び出したものか、どう電車に乗ったものか、他に行くところもなかったんでしょう。私はまた、天国層に戻ってきたんです。おそらく私の慌て方は滑稽だったに違いない。お蜜がいきなり、 何さそのざまはと怒鳴ったほどですから。三つ子に問い詰められて白状したか言いませんでした。私は黙って布団に潜り込んだきり、いくら責められても何一つ喋らなかった。すると私に隠し事があると悟ったおみつは、でも私の体を攻撃することより知らなかったんです。 私を裸にして胸から腕唇と至る所に噛みついてきましたそれは一種の求愛法ではないかそうです求愛の拷問でしたそれが28日の朝まで続いたと思うと急に「高跳びするんだよ」と連れ出され 伊カホから磯辺と回りながら私はおみつに攻め殺されるのを冷たい心でじっと待っているようなものでした警察から追跡されているとは知らなかったのか磯辺の宿で知ったのですおみつが新聞を見せて心中の生き残りと罵りましたからそれで 次に起こるいろいろな面倒を思うとどうにもやりきれない気持ちで妙義山に登る覚悟をしたんですみつこを殺す気でなかったらなぜ一人で登らなかったこっそり出るところを見つけられどうでも一緒に登るというこれには魂胆があったのですどうにか鎖にすがって大砲岩までたどりつき 私は自分の墓穴を眺める木で見下ろしていると、おみつは後ろから不意に、魂の抜けた男と悪口をついた。実際私はそんな姿に見えたでしょうが、それだけに腹が立って、お前こそ初めから魂のない女だと言い返してやったんです。するとおみつは急にまくしたてる勢いで、 あたいは、おうめの女に洗いざらい話してやったのさ。それで死ぬ気になったんだよ。いい君さ。あんな性ある女ちゃあ,ありゃしない。それをありがたそうに魂を抜かれてさ、からかわれたのも知らないんだろう。その手紙を見てごらん。と、 丸めたた。紙玉を投げました私はそれを伸ばして読むととも子の筆でたった3行「桐野の体は光子さんにあげましょう」「私の体もお墓の中へ隠しましょう」「でもその前に発尾の魂は頂戴して いししていくかもしれませんわ。「私はパタッと音を聞いたように感じ振り返ったすぐ後ろに人に狂ったおみつの顔が胸に両手を構えて迫っていたのです。私は反射的に身を伏せるとそこへ突き出してきたおみつの体が足を払われてキャッと谷底へ落ちていった。 その叫びは、お蜜の肉体が破れたような音でした。その時です。ともこが死んだのも、結局、この私が殺したのだと、はっきり悟ることができたのです。私は、殺した、殺したと叫んで走り出したことでしょう。その、ともこの手紙はどうしたか きっとお蜜の死んだ谷のどこかの枝にかかっているでしょうすると君は三田光子の死は過失竹中智子の死は自殺と主張するのだね違いますお蜜は自業自得ですが智子は私が殺したのです 殺したのです。